東京ラブストーリーは、サイモン・フミによる日本の漫画。1988年から小学館、ビッグコミックスピリッツで連載、ビッグスピリッツコミックスより刊行された。全4巻。サラリーマンの長尾漢字と同僚の赤な理科の関係を中心に東京に生きる若者たちの姿を描く。キャッチコピーは、東京では誰もがラブストーリーの主人公になる。略称として、 東ラブと呼称されることもある。本作の25年後を描いた続編、東京ラブストーリーアフター25イヤーズが、週刊ビッグコミックスピリッツ創刊35周年、記念の一環として、同志2016年9号に、読み切りにて、掲載、続いて、女性セブンに、同年11月10日発売後に、全7回で連載され、2017年1月に、 小学館から単行本が刊行された。富士テレビ、月9ドラマとして1991年にテレビドラマ化され最終回平均視聴率が32.3%を記録する大ヒット作品となった。2020年に配信ドラマとして29年ぶりにリメイクされた。第一章、関口里美編、長尾漢字は愛媛から上京し、 東京の広告代理店に就職していた。職場では上司のあがなつきに嫌味を言われ、同僚の帰国子女赤なリカにはカンチと呼ばれてからかわれて振り回される日々、リカには我がと交際しているという噂が立っていた。そんな時、カンチは幼馴染で都内の私立医科大に通う三上健一と再会する。三上はカンチを無二の親友と呼ぶが、 地元の名手で資産家の息子で垢抜けた軽い性格の三上にカンチは強いコンプレックスを抱いていた。三上は東京での生活にすっかり馴染んでおり、カンチが高校時代から片思いする関口里美を呼び出そうとするが不在。カンチはバーで知り合った行きずりの女性二人組をナンパする。それぞれカップルとなり女性をホテルに誘ったものの相手の女性は寄って、 体調を崩す。彼女を部屋に残して帰ろうとしたが、支払いの際に財布がないことに気づいたカンチは、偶然鉢合わせた理科から金を借りる。置いてきぼりにされた女の気持ちがわかるという理科の言葉が胸に刺さったカンチは部屋に戻り、女性を解放。彼女も福島から上京し、東京の女ぶって、ナンパに応じたものの故郷に恋人を残していた。幹地は、 朝まで取り留めもない話をして、女性を慰める。東京にコンプレックスを感じているのは、自分だけではないということに、すがすがしさと勇気を得た完治だったが、理科に大きな借りを作ってしまう。後日、金を返した完治だが理科に付きまとわれるようになる。そんな理科に完治は、同級生のたたやずさを重ねる。 我がに誘われた席で政財界の大物と対面した、感知は我がが感知の思う以上のやり手であることと、そんな我がに自分が高く買われていることをまざまざと知る。帰りのタクシーで話題が理科に及び、我がが理科の自由奔放さに魅力を感じていることを知るが、感知は理科があずさに似ており、あずさが自殺したことを打ち明ける。我がと別れた後、 自宅前のアパートでリカが待ち伏せしていた。部屋に入ると電話が鳴っており、それは三上と里美からの誘いだった。リカは強引に同行し、4人は初めて顔を合わせる。だが、里美はほぼの仕事を理由に早々に帰宅。完治と三上はカラオケに夢中のリカを置いて、三上の部屋で飲み直すことにしたが、女癖の悪さがたたり、三上の部屋は、 選挙されており、やむなく二人はカンチのアパートに向かうことになる。三上もまたリカがアズサに似ていると感じていた。そして、三上は大嫌いな故郷で認めていたのはカンチと里美の二人だけだったと語る。その後、激怒したリカがアパートに襲来し、カンチはパニックを起こしたリカをなだめる。そんな感知に、三上は里美の連絡先を置いていく。 日曜日にカンチはサトミをデートに誘う。その日は父親参観日と言われ、カンチは嘘をつかれていると思ったが事実だった。仕事を終えたサトミと公園に行くが、そこでサトミの職場の教え子家族と鉢合わせてしまう。デートは散々だったが、サトミから状況の理由が実家が経営するラブホテルについて誰も知らないからだと打ち明けられる。良い雰囲気になりかけたが、 アパート前で待ち伏せしていた理科のせいで里見は帰ってしまう。後日、菅知の職場に故郷から研修で上京中の親友青木が訪ねて来ていた。かつて菅知は青木に頼んで里見の真意を確かめてもらったことがあり、里見は菅知についていい人だけどと口にしていた。里見は実家の商売もあって潔癖で身持ちが固かった。菅知は三上に頼んで、 フランス料理店を紹介してもらい、里見とデートに行くことになるが、里見から同僚の北川も一緒でいいかと言われる。北川たちは男っ気のない里見を賭けのネタにしていた。会話が弾む中、三上が現れる。予約人数を変更したことが気になって、様子を見に来たのだった。三上は勘違と里見を邪魔しまいと北川を相手に軽口を叩くがそれを見た里見が、 同様。北側をくどこうとする三上に里見は激光する。場所を変えたバーでカンチは里見に交際してほしいと告げるが、里見は回答を保留。やがて冷水した北側は里見に、本当は三上君を誰かに取られたくないんでしょう。とぶちまける。三上は硬直し、里見は戸惑う。そのことでカンチは、里見の真意に気づいてしまう。後日。 北側の伝言を伝えるため、里見は三上に会う。その際に、三上から真顔で、勘知に友達でいましょうとだけは言うなと釘を刺され、俺たちの中で一番ひどい人間は、実は自分なんだって思わないと言われ、里見は泣いてしまう。一方、勘知に呼び出された里見はその場で交際してほしいという、言葉を撤回され、これからも友達でいようと言われる。別れ際に勘知から、俺じゃ、 ダメなんだろうと言われた里見は胸が締め付けられる。一方、三上は交際中の女性から里見をけなされて激怒する。北側と部屋で話をしていた里見のところに青木から連絡が入る。東京への転勤が決まり、案内してほしいという話だった。里見は青木に館地を連れてくるよう告げる。水族館を楽しみ、その後、三人は食事する。 青木はカンチと里見が良い雰囲気で、もう少しで恋人同士だと評する。駅で別れる際にカンチは青木に先に部屋に帰るよう促し、里見を送っていく。駅に着いた途端、カンチはもう会わない方がお互いのためだと思う、と言って去っていく。自宅に帰ると三上から愛しているからやらせろと何度も電話が入る。後日、里見に、 三上の母親から電話が入り、実家からの差し入れを届けるよう頼まれ、三上が実家と不仲で、感動同然であることを知る。一方、三上は、大学内で孤立していた。出席日数が足りず、周囲からも浮いていた。大病院の令状で優等生の長崎久子も、三上を毛嫌いするが、誰にもノートを貸してもらえない三上に黙って、ノートを置いていく。里見は、 感知を頼ることもできず、三上に差し入れを届ける。そこには、だて男が台無しでメガネをかけ、ひげ空の三上がいた。すでに学費が納入済みで留年ができない三上は試験勉強に追われていた。三上は、お裾そ分けをあげるからと里見を部屋に招き入れる。三上は、国立以来に進学できるほどの優等生だったが、わざと金のかかる私立を選んでいた。 それも尊大な父親に金を使わせたかったからで、東京に来たかったから来たのではなく、故郷に帰りたくないからだった。そんな三上に里美は自分の事情を重ねる。里美は地元の名家十六タルトの中に隠された母親からの手紙に大好きな関口さんに頼んであげますの一言を見てしまう。高校時代から里美に片思いを続けていたのは、勘知だけでなく、 三神もだった。三神は愛しているずっと前からと言って里見にキスをする。渋谷で仕事をしていたカンチとリカは女連れの三神とばったり出会う。その際、三神が刺していた安物のビニール傘が里見との別れ際に渡したものではないかとカンチは疑う。一方、ベッドイン仕掛けた三神と里見だったが行為の前に里見は出て行ってしまう。ところが、 三上の父親が倒れたが三上に連絡がつかないため、里見のもとに連絡が届いていた。里見は三上のもとを足しげく尋ねる。山こもりしていた三上がようやく帰宅し、連絡をしてみると帰る必要はないという回答だった。三上の父親は実の息子を感動し、おっ子を養子にしていた。俺にはお前が必要なんだという三上を、里見は 受け入れ、二人は、同棲を始める。一方、完治は、我がとのみに入った店で、三上の連れていた女性を目にする。三上のマンションを訪ねた完治は、三上と里美が同棲を始めたことを知る。その後、三上を呼び出した完治は三上が遊び半分で、連れ歩いていった女性が三上との交際を真剣に、考えており、玉の腰に乗れると、頂点だった様子を語る。そして、 女遊びがやめられないなら絶好すると宣言する。カンチは里見への失恋のショックが痛手となって仕事も手につかない状態となっていた。一方、リカは別人のごとく仕事にやる気を見せる。沈み込むカンチをリカが励まし、重大な接待の席でもカンチは失態を繰り返すが、セクハラを受け流したリカのおかげで救われる。ねえ。 セックスしようというリカの一言から二人の関係は始まった。第二章、赤なリカ編、行きずりでリカと関係してしまったカンチだがリカは全く意に、返していなかった。そんな時、カンチは我がに書類を届けるため自宅を訪問する。そこは、社長の住まいとは思えぬ汚い安マンションの一室だった。若い女に入れ上げて、夢中になり、家族と別居し、 愛を口にした途端に離れていったと我がは語る。その若い女が理科だと感知は直感し、お前も女には気をつけろと忠告されたことで感知と理科が関係したことに我がが勘づいたことを知る。感知は理科に自分の気持ちだけが大事なのかと問い詰めてしまう。一方、我がは別居中の息子にプレゼントするナイフを購入していた。理科は理科で子供向けのシール入れチョコに、 夢中の様子。息子と会うのに立ち会ってほしいと我がに頼まれた完治は、我がの息子から、たくさんシールを送ってくれたからいいのにという言葉を聞いてしまう。リカは自分が愛を求めたことが他人を不幸にしたことに深く傷ついていた。産婦人科を訪れたリカは研修医として働く、三上と再会し自宅に招かれる。完治は乗り気でないが、リカの求めにしぶしぶ訪問する。 落ち着いた暮らしをする三上と里見に勘知は動揺を隠せない。三上と二人で話していた勘知は三上が、あずさと寝ていたことを知る。田舎町では、あずさが求める濃密な愛を与える存在などおらず、それに絶望して自殺したのではと、三上は語る。一方、里見は、勘知に思わせぶりな態度をとる。三上の TV ゲームに夢中だったりかは、突然帰ると言い出す。 もうちょっとという感知にリカは部屋を飛び出していく。リカが遊んでいたコントローラーは壊されていた。近くの公園にいたリカはヘアピンで落雷自殺をしようとしていた。感知の里見への態度に感づいていたリカは泣き崩れる。感知は里見への未練とリカから目を離してはならないことを自覚する。なりゆきで。 同性生活を始めたカンチと理科だったが理科カはカンチの些細な気持ちにも敏感に反応する。自身の感情をコントロールできない理科に対しカンチは突き放すが和田は父親の気持ちで優しく悟す。そんな時カンチの元に里美から連絡が入る。里美は三上の女癖に手を焼きバカになろうと努めていた。里美は三上に乗り換えの際に 私のためにガムを買ってと頼む。通学途中でヒサコを口説いていた三上は、サトミの一言を思い返し、一本取られたと悟る。ある日、サトミは財布を忘れた三上に届けるため大学を訪れるがそこでヒサコと鉢合わせて睨まれ、三上からもものすごい行僧で睨まれる。サトミからの呼び出しで、東京タワーでサトミと会ったカンは、三上宛ての領収書を見せられる。ほとんどが、 ホテルの利用に関してだった。そして、カンチは三上に怯えるサトミを抱きすくめる。サトミは帰宅後、カンチと会ったことを三上に打ち明ける。すると、三上は、一晩中プラモデル作りに没頭する。その翌日、電話でカンチにもうダメかもしれない、別れるかどうか決めてというサトミだったが、三上がカンチの会社を訪ねていた。三上はカンチとサトミが会っていたことを真剣に問い詰め、 まだ未練があるのかと聞く。カンチは、彼女はお前に夢中だよと言いつくろう。カンチとサトミに不安を感じたミカミは、一晩中プラモデル作りで気分を紛らわせた。カンチはサトミにはミカミが帰ったら、笑顔で迎えてやってと伝え、これでよかったのだと思う。2週間の長期休暇を終えたリカは、空港でカンチに出迎えさせる。帰国した。 リカの話はどこまでが冗談なのかわからないような話ばかりでアラブの金持ちからダイヤモンドの指輪をもらったなどと語る仕事に復帰したリカだったがいきなり同僚の野村にペンキをぶっかけようとする盲腸炎が悪化して入院した里見の見舞いに行った際北側と会った菅池は一時期憔悴していた里見が元気になったと聞かされる菅池はひどく惨めな気持ちに陥るが 後日の村に謝罪された幹事は、幹事に対する悪口に激怒した理科に引っ張たかれたと、語り、お前に対する厄みもあると話す。理科に求婚しているのは、途方もない相手ばかりだった。ダイヤの指輪をもらったのは事実で、理科はそれを売って、高級外車を買うなどと言い出す。我がの指示で豪華なパーティーに出席することになった幹事は、英語が堪能な理科を同伴する。 ドレスアップしたリカに注がれる眼差しは尋常ではなかった。そして、リカは贅沢は味わい尽くしたと豪語する。だったら、何が人生の目的なんだと言って不てくされたカンチは帰ろうとするが、セリブたちのリカに対する悪口を聞いてしまう。思い直したカンチはリカを送って帰ることになる。リカは金持ちと寝たことや、豪華なプレゼントをもらったけれど、すべてまなゆえで、 金銭や地位が目的であるほど、癒しくないと話す。そして、カンチの言葉を思い出したリカは、パニック発作を起こしてしまう。アフリカの広い風景を思い出させて、発作を沈めたカンチは、休暇を申請し、リカを、故郷の愛媛に連れて行こうとする。カンチはネックレスをプレゼントし、休暇に故郷に連れて行くと告げるが、リカは急等室で、再び発作を起こし、カンチはリカを、 三上の勤務する病院に連れて行く。発作の原因は不安だった。帰国後、理科はフィリピン人の男につきまとわれていたが、幹事は三上に頼んで会話の内容を聞き出す。診察後、幹事のアパートを訪ねた理科は、幹事からフィリピン人の男と寝たことを問い詰められ、悪びれることなく寝たと答える。幹事が理科の方を叩くと、こんなもので束縛しないで、 とネックレスを壊し、カンチが、もう別れようと切り出すと、再び発作を起こし、救急搬送される。リカが倒れたと聞いて病院に駆けつけた我がは、物事が順調でうまく行きかけている時ほど発作を起こしやすく、息きずりの男と寝るなど、破滅的な行動に走ってしまうと語る。リカは愛だと信じていたが、付きまとっていたフィリピン人は、誰とでも寝る尻がるだと仲間に話していた。 街で里見と偶然再会したカンチは理科について相談する。カンチを案ずる我がは海外勤務の話を持ち出し、理科はそれを察してカンチの顔を描こうと苦闘。だがカンチは逃げ出すのは僕の流儀じゃないと転勤を断る。第3章2つの破局編、三上はアプローチを続けていた久子からフィアンセーを紹介される屈辱を味わわされて失恋。 昇進を抱えて自宅に戻ったとき、里美はそのことに気づいて、三上に、久子に振られたのでしょと指摘し、そのまま発作的に部屋を出ていく。取り乱した三上は完治のアパートを訪ねるが完治と理科が寝ているだけだった。完治はきっと北側のところだろうと告げるが、三上は、お前の方が里美のことを知っているんだなと皮肉を言う。その一ヶ月後、完治が、 三上のマンションを訪ねると女を連れ込んでいた。外に飲みに出た二人。三上は一ヶ月の間のことを語り、保育園を訪ねた者の間に立った北側から、会いたくないと拒否され、失踪から三日後には荷物も引き上げられていたことを語る。だが、それっきりだった。お前ならどうすると問われた感知は自分なりの対処を語る。その後、 里見を訪ねた感知はこのままではいけないと忠告し、里見は翌日三上と会うと告げる。何食わぬ顔の三上に里見は完全な別れを言い渡す。だが、三上の衝撃は大きかった。三上は里見が失踪してから二日間一睡もできず、このままではダメだと睡眠薬を取りに出た暇に荷物を持ち出され、その後は毎晩プラモデルを作っては壊し続けた。 いよいよ新しく作るものがなくて途方に暮れていたとき、店員の女性に色目を使われ寝た。その翌日、菅地が訪ねてきた。菅地の元には里見から別れたという電話がかかっていた。ボジョレーヌーボーを手土産にやつれた様子で、菅地のアパートを訪ねた三上は菅地と理科に気持ちを救われる。そして、菅地のアパートに居候をすることになる。ある日、菅地のアパートを里見が訪ね、 カンチは招き入れるが、三上は悪態の限りを尽くし、里トは怒って出ていく。転居先がカンチのアパートだと知った里トは、偶然を装い訪ねたのだった。三上は、必死に立ち直ろうと努力し、カンチの隣室が空き部屋になってからはそこに移り住む。週末はりかも交えて、三人で過ごすうちカンチはハトを飼い始める。リカは、リンチと名付けて、可愛がっていたが、 ある日、猫に襲われて、大怪我を負い、やがて死んでしまう。我がの会社が傾き、このままでは倒産という運びになり、我がは人脈を駆使して、勘地たちの再就職先を決める。勘地と理科は三つ橋産業という大手に、中途採用されるが、仕事が忙しくなりすれ違いの日々が続く。勘地は、理科のことが気がかりだったが、理科は勘地のことを考え我慢を重ねる。 様子を見に訪れた我がからリカは他人を愛する、エネルギーが5倍あると忠告され、それを適当に受け流しているから、完治とは続くと指摘される。だが、二人の間にも危機が迫っていた。休日、完治は激務に疲れて電話線を引き抜き、三上からリカが来ると聞いて外出し、居眠りしてしまう。三上は気を利かせて、リカの相手をしていたが、リカから本気で迫られてしまう。 三上は適当にあしらったため、何事も起きなかったが、勘違と顔を合わせたリカは24時間、ずっと愛し続けてと勘違に要求する。我がと再会した勘違はリカが退職して留学したいと、話していることを知らされる。また、里見と再会した勘違は、連絡先を教えられる。バレンタインデーに、三上は、里見と会うことになり、勘違は、リカと会う約束をする。 4人で会うという待ち合わせにカンチとリカは現れず、カンチとリカはプラネタリウムで会っていた。三上は、サトミと話すがカンチに連絡する暇にサトミは帰ってしまう。プラネタリウムで愛を確かめたカンチとリカだったが、リカはカンチと我がに見送られて渡米してしまう。久子の結婚が迫る中、三上は久子にアプローチするふりをして、結婚おめでとうと告げる。その後、 突然、久子が三上を訪ね、止めて欲しいと言い出し、三上は久子と寝てしまう。同じ日、カンチはバレンタインの出来事を確認するため里見に会うが、こじらせた風が原因で寝てしまい、彼女の部屋で朝を迎える。カンチはリカについて、里見の前ですべてぶちまけ、不覚にも泣いてしまう。帰宅すると、三上の部屋から久子が出ていくところだった。 三上は自信たっぷりに分があるというが、翌日強引に久子をホテルに誘った三上は、身の上話を並べる久子に拒絶される。後日、大学で久子と顔を合わせた三上は久子から親友意を引き出す。三上と寝た際に母親に謝罪していたことで、親のために結婚するつもりだったのだと語る久子に、三上は国家試験に受かったらプロポーズすると宣言する。 プレゼンの成功報酬に、コンサートのチケットをもらったカンチは理科が、不在のため里ミを誘う。ところが会場で、三上、久子と鉢合わせてしまう。里ミに当て付けるように試験に合格したら、三上と結婚すると宣言する久子に、カンチは里ミを必死にフォローする。帰宅後、三上に問い詰められる、カンチのところに、里ミから電話が入る。 理科からの国際電話だと嘘をついてきたものの、再び里美から電話が入り、三上が出てしまう。なぜ嘘をつくと問い詰める三上に、カンチは三上がヒサコと寝た日に、自分も、里美と寝たと嘘をつく。カンチは里美に電話してあい、そこで二度目の電話に出たのが三上だったことを告げ、里美に好きだ、君が必要だと告白する。勘違と里美に同様したことをヒサコに見透かされた、三上は、 試験が終わるまで会わないと宣言される。第四章それぞれの選択編、里見とのことで三上と勘知の友情にも亀裂が生じてしまうが、仕事で疲労しきった勘知を見かねた三上は、勘知を許す。一方、里見は北側にすべてを語る。三上とのセックスに最初は快感を感じていたが、三上の浮気が明るみに出るや地獄だったと。そして次に好きになる男は、 絶対に浮気をしない男だと決めていたが、里美が好きになったのは優柔不断な勘違だった。勘違と寝たいと思って誘ったものの、キャッチフォンで、理科からの電話が入り動揺する勘違を突き放したものの、それでも知と寝たいと覚悟を決めていた。勘違の部屋を訪ねた里美は、三上と鉢合わせ、しばし思い出を語るがすべて終わったことだった。 完治の帰りを待ち、里見は完治と結ばれる。だが、完治はリカの悪夢にうなされていた。里見は完治の部屋で、リカの、完治愛してるわ、愛しているわ、愛してるわ。というはがきを見てしまうが、里見はリカと対決する覚悟を決めていた。完治は里見に会いに行く。そこで、美しい風景を目にしたとき、誰かと分かち合いたいと思っていた。 それが関口里美なら最高だと語る。5日間の出張を終えて九州から東京に戻った菅知のもとに我がから連絡が入っていた。リカが帰国している。動揺してパニックを起こすリカの姿を想像した菅知は動揺する。そして里美にもリカの帰国を伝える。三上はリカと会い、リカが不在の間に菅知と里美がくっついたことを嘆くのを 聞く。それで少し安心するがリカは妊娠していた。三上との会話で、リカの子供が自分の子ではないとわかる勘違いだったが、リカを放ってはおけなかった。リカのお腹の子は、我がとの間にできた子供だった。里見の気有を知りつつ、リカと会った勘違いは、我がと結婚するというリカの言葉にほっとした表情を見せてしまう。三上は、久子の両親に挨拶に行くが、 そこで地方の勤務員になる意向を伝える。久子にとっても初耳だった。三上にとって幸福な幼少期がなかったことはコンプレックスだった。自分の子供に幸福な幼少期を与えたいという三上の思いは、久子の両親には理解されない。一方、菅地と里美の交際は順調そのものだったが、理科は菅地に連絡を続け、菅地と里美の心は揺れる。 カンチの心にはリカを幸せにしたいという思いがくすぶっていた。行方をくらませた、リカの行き先がカンチの故郷である愛媛だと、あたりをつけたカンチは、わざと連絡を取りながら帰郷することを決める。これが最後だと言いながら、リカに対して行動するカンチに里美は、不満をぶつける。里美の不安を救ったのは三上だった。三上はカンチの不在で心乱れる里美をパチンコに、 連れ出すなどして支える。だが、運悪く、久子と鉢合わせてしまう。久子は両親に、ミカミを理解させようと奔走し、疲れ切っていた。親を捨てろと頑固に譲らないミカミに久子はミカミに、確信を持てないことが辛いとこぼす。そして、ミカミのもとに久子の母親から別の男との縁談が、進められているという連絡が入る。落ち込むミカミは、息ずりの女と寝てしまい。 現場を久子に見られてしまう。もう終わりよと言い残し、久子は、三上の前から姿を消す。帰郷したカンチは、里見宛てに手紙を綴る。その中で、重大なことを思い出したと書く。たたいあずさが自殺した際、表面的に同情を装う旧友を尻目に、委員長の里見が、死者の脅迫に屈してはいけないという呼びかけに教室に、残ったのはカンチと三上だけだった。 カンチは、あずさから、寝てもいいと言われていたが、さとみを思って、誘いを断った。三上は、あずさが、本心から好きな相手が、親友のカンチだと知っていた。さとみは、実家のラブホテルから出てくるあずさと鉢合わせ、教師に告げ口したと疑われていた。三人ともあずさの自殺に、誰よりも動揺していたのだった。結局、その手紙はカンチ自身が処分する。 実家に戻ったカンチは、里美との結婚を両親に報告し、里美に連絡を入れる。カンチは、リカの好みにあったホテルを探し出し、お腹の大きなリカと再会する。そして、リカに忘れ物だった、アフリカの風景写真を返し、里美との結婚を報告する。リカは、お腹の子を愛することを決めていた。カンチはあずさについて、リカに話す。だが、リカは私は、 私と意に返さない。一生生きてやると宣言するリカにカンチは安堵する。海辺のブランコで、これからのことについて話をしていたリカは突然、やっぱり話したくないと言い出し、ホテルにもう一部屋取るとい、e、いフロントに走っていく。それがカンチがリカを見た最後となる。生産を済ませたリカはチェックアウトし、カンチへの置き手紙を残していた。 またいつか東京のどこかで会いましょうという言葉に勘地は、理科との関係が完全に終わったことを悟る。そして、里美の待つ東京へと戻った。終章、勘地と里美は結ばれた。一方、久子は、親の勧める相手と結婚式を挙げ、三上は久子を略王とするが失敗する。だが、昇進の三上の前に、成り立り婚した久子が現れる。勘地と、里美。 三上と久子はそれぞれ結婚式を挙げる。三年後、カンチと里見に第一子が誕生し、仙台に赴任した三上と久子も駆けつける。三上と久子は三年かけて、結婚と仙台暮らしを久子の両親に納得させた。男の子の名前を考えていたカンチは、カンチという名を思い出し、理科に呼ばれた後錯覚する。偶然、リカによく似た女性と会ったカンチは、 子供が生まれたんですと嬉しそうに語った。タイトルは東京ラブストーリーだが主要登場人物で都内出身なのは長崎久子のみ。当初は地方出身者である漢地三上里美が東京で三角関係を繰り広げる東京トライアングルというタイトルを想定していたという。1991年1月7日から3月18日まで。 毎週月曜日21時21時54分に、フジテレビ系の月9枠で放送された。主演は、鈴木宝奈美と小田祐二。長尾勘地を勘地と呼ぶ同僚の赤な理香は、自由気ままに生き、まっすぐに恋をする。理香から思いを寄せられ、最初は戸惑っていた勘地も理香に惹かれるが、同郷の同級生である三上健一と、 関口里美と,との三角関係が絡み合い、恋は複雑に展開していく。原作では主に感知の視点を中心に展開したが、ドラマでは理科を中心に据え、彼女の心情を描くなど脚本家や演出家による漫画原作からドラマとして再構築するための大胆な改変が大きなヒットにつながった。プロデューサーの大大介によると、 主演が決まっていた鈴木に自分が演じる役を里見とリカから選ばせたところ、リカと即答したという。また、リカの性格や行動は、原作とは大きく違う点も多い。また、企画段階では勘治三上役には、小形直と元木正宏が予定されていたが、初版の事情で、織田、江口に変更となった。なお子役は当初は、石田由里子だったが、 先導明保が演じることになった。タイトルバックは大都会を象徴するような場所で出演者が人混みの中で様々な日常生活を営む光景を切り取ったもので MTV のプロモーションビデオを意識した映像となっている。ドラマ東京ラブストーリーが放送された1991年はまだ携帯電話が高値の花で庶民の連絡手段が固定電話と 公衆電話という時代であり、ドラマでは連絡の来ない相手をじっと待つ風景が放送されるのも特徴である。ドラマ化にあたって原作者が提示した希望キャスティングは、リカ、ベティブルーのベアトリスダル、カンチマイケル・ J ・フォックス、三上、ロブロー、里美ダイアン・レインだった。より現実的な希望として、カンチ、内村・テルヨシ、リカ、 小泉京子という案を出したが、全く相手にされなかったという。原作との相違点その他、バブル景気の世相を反映して、若い女性に支持され、ガツキューという言葉を生み出すきっかけとなるなど、トレンディドラマブームの火付け役として大きく貢献する作品になった。その人気は女性たちがこのドラマを見ようと家路を急いだ、ことで、繁華街から人影が消えるほどだったと言われる。 平均視聴率は22.9%、最高視聴率は最終話の32.3%。主題歌は小田和正のラブストーリーは突然に。ドラマのストーリーと非常にマッチした楽曲で、シングル売り上げは270万枚。関東地区では放送終了して、約5ヶ月後の8月15日より、月退勤の16時30分17時25分で、 初再放送されたが、開始前には、再放送番組では、珍しい番組宣伝 CM が放送された。鈴木や小田は本作を経て、ドラマの主演級としての評価を確立し、トレンディドラマでは欠かせない初回からの高視聴率を望める役者としての人気を獲得するきっかけにもなった。一方で、里見役の有森成美は、理科の、サバサバした気象とは、 対照的な役柄であることから、女性視聴者から嫌われ、所属事務所に脅迫状が届いたと後に本人が語っている。主要人物ハートスポーツ社その他ロケ地東京都内、三浦ロケ水上ロケ、松山ロケ1991年にポニーキャニオンから VHS でソフト化され、2001年にフジテレビから DVD、ボックスが発売された。 サウンドトラック関連書籍富士テレビの制作で29年ぶりに現代版としてリメイクされ、インターネットテレビ配信サービス、FOD および Amazon プライムビデオにて配信された。番組内のタイトルは1991年版と異なり、英文の東京ラブストーリーとなる。主演の長尾勘治を、伊藤健太郎、ヒロインの赤な理カを、 石橋聖川が演じ、舞台を2020年の東京に移して、スマートフォンや SNS など、現代的な要素を交えつつ描かれた。舞台こそ現代だが長尾が主人公、長尾とリカの勤務先が、広告代理店、1991年版では、描かれなかった我ががリカと、不倫したために、家庭崩壊していたり、里見の同僚の時子が1991年版では、 里見の相談相手程度だったのが、原作版同様の三上に絡むキャラになっていたり、リカが我がの子供を見ごもったりしている、等、ストーリーの展開等は1991年版よりは、原作に忠実になっている。一方で1991年版に続いて、たたいずさは登場せず、リカとカンチの出会いから、物語がスタートしている部分や、物語の舞台は、 我がの個人事務所ではなく大手の広告代理店で、我がの肩書が1991年版と同様に部長になっている点、理科が官知を変わって同僚と対立するくだりが再び登場したりと1991年版の流れを踏襲している部分もある。ありがとうございます。